箱根強羅温泉。温泉に入れば体もあったかく心も豊かになりそうですが、達人の道はもっと箱根を満喫できるツアーを実現しました。本日はくつろぎの達人、温泉あり、ファンゴあり、芸術に触れることができるイベントあり、2018年1月開催のくつろぎツアーに参加しましょう。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りします。相続のご相談は夢相続へ。揉めない相続にするために生前から相続対策が必要です。夢相続は相談実績1万3000件以上、皆様に合った相続プランを相続コーディネート実務士がご提案します。相続に関するセミナーや勉強会も実施、無料相談もできます。相続の悩み、夢相続へお任せください。達人の道、くつろぎの達人。箱根強羅にある温泉旅館、水の香り。こちらの宿、温泉はもちろんですが、その温泉泥を使ったセラピーが受けられる日本で3カ所しかない施設でもあるんです。ちなみに温泉泥のことをイタリア語でファンゴと言います。このファンゴセラピーに魅了されたのがバイオリニストの石川博子さん。2017年8月に放送したファンゴの達人で、陶磁としての効果も立証されたファンゴに癒されました。その博子さんの幸せそうな様子を見て、私もファンゴセラピーを受けたいとリクエストしてくださったのはピアニストの川瀬由紀子さん。これまで博子さんとコンサートをたくさん開催してきた仲のいい息がぴったりの2人。今回せっかくなら視聴者の皆様にも箱根にお越しいただき、水の香りで温泉とファンゴセラピーを体験してほしい。そこで2人のコンサートも開催してくつろぎの時間としてほしいと番組は考えました。そこでどんなツアーにしようか2人に箱根を巡っていただきました。ドライブで首都圏から箱根まで、途中富士山と芦ノ湖を眺められるいくつかの展望スポットに立ち寄りました。富士山が間近に見られるなんて運がいいですね。箱根の関所にやってきました。江戸時代交通史の重要な遺跡、箱根関所。その復元にも当時の匠の技や道具を使い、およそ140年の時を経て再び芦ノ湖畔にその姿を現しました。その堂々とした佇まいはまるで江戸時代に迷い込んだよう。関所であるがゆえの眺望豊かな立地場所はまさに箱根芦ノ湖の旅の玄関口。箱根関所は訪れる人を歴史ロマンあふれる箱根の旅へと誘います。ちょっと落ち着く。ここは関所破りをした罪人などを一時的に拘置する牢屋です。落ち着いちゃってますね。東御番所。江戸時代、旅人が芦ノ湖を船で通行することは禁止されていました。この東御番所から足軽が昼夜問わず交代で四方の大きな窓から芦ノ湖や街道沿いを見張っていました。茶屋も人気です。茶屋では箱根関所や箱根名産特産も売られていますが、2人はみたらし団子とみたらしアイスをいただきましたよ。復元され蘇った箱根の関所、2人のおすすめ施設の候補になりました。再びドライブで芦ノ湖沿いを走り箱根神社にやってきました。御鎮座1250年を超える箱根神社は、もともとは数多の武将が訪れる神願成就、勝負の神として名を馳せ崇敬されてきました。その後、東海道中の無事祈願や安産祈願、そして家内安全など今では多くの方に崇敬される一大パワースポットとなっています。多くの御神木がそびえる箱根神社、
本殿に続く90段の階段は800年を超す杉が左右に雄大に立ち並びます。箱根のほぼ真ん中に位置する箱根神社、その中心で構える朱色の本殿、神奈川県の天然記念物でもある木々に囲まれた自然豊かな社殿です。縁結びのパワースポットとして人気の高い九頭龍神社も箱根神社本殿のお隣に。箱根神社と九頭龍神社は切っても切れない関係。箱根神社の神様、箱根大神様は芦ノ湖で荒れ狂う毒龍をひれ伏し、それ以来龍神となった九頭龍大神様が芦ノ湖の神様となりました。箱根神社は水と木で成り立っています。箱根神社の御朱印もいただきました。定番ですが、ツアーコースの候補にしたいのが大涌谷。大涌谷はおよそ3000年前の箱根火山最後の爆発によってできた爆裂跡。箱根の代表的な観光スポットになっています。さあ、どんなツアーをひろこさんとゆきこさんが企画したのかは後ほどとして、水の香りに到着しました。少しお部屋でのんびりした後は夕食。水の香りの夕食は神奈川県西地域の食材を使った田舎家庭料理。どこか懐かしくほっとするようなお料理の数々。これが四季折々に楽しめます。本日は豚しゃぶがメイン。心も体も温まりますね。水の香りの夕食、ごちそうさまでした。そして熱々の箱根強羅温泉に浸かった後はファンゴセラピー。ゆきこさんは初めてのファンゴ体験です。はい、腰まずは問診からスタート。むくむほどではないけど、まあ、手先は冷たくなる感じですかね。施術前、きちんと血圧も測ります。ひろこさんも2回目ですが、その後の様子なども含めて問診。さあ、温泉泥、ファンゴが運ばれてきました。この状態ではまだ熱いため、広げて少し冷まします。さあ、ゆきこさん、初めてのファンゴ体験。私もアパレルで働いてた時によくお客さん洗いたい感じですよね。続いてはひろこさん。やっぱ癖になりますね。あ、本当ですね。うん、よかった。くれにくくなるかもしれないけど、でもちょっとゆきこさん、ひろこさん、ファンゴにくるまれて20分間の休息です。
お知らせの後、ファンゴセラピーの効果は？よく遊び、よく寝る、今日も幸せだな。家族にボスがあれば。よく洗い、よく寝る、きれいにしようね。今日も幸せだな。家族にボスがあれば。達人の道、くつろぎの達人、箱根強羅温泉水の香りでファンゴセラピーを受けました。果たして？え、どこのものですか？これは一応日本の泥を使ってます。で、あ、すごい書いている。あ、すごい。私も書いてます。すごい素敵なほど。これっていいことなんですか？いいことです。だって汗かかないと代謝が悪いってことですもん。普通に単純に考えて。暑い、泥を聞いちゃいました。どこの泥ですかとかって。ゆきこさん、上半身下半身すごい汗をかいています。あ、すごいですね。写真を撮りたいぐらいの池ができている。あ、本当、ものすごい気持ちいいです。最高です。本当に泥ってこんなに気持ちいいんですね。さあ、続いてはひろこさんですが、すっごいうっすらある。うん、でも本当に前は全く書いてない状態だったし、前回に比べるとその汗がね見られたからいいですけど、でもやっぱりもうちょっと書いてほしかったなっていう気持ちはありますね。ひろこさんは前回上半身に比べ下半身は汗をかきにくい体質であることが判明。これです、この少年のような。あ、本当だ、すごい。この上半身と下半身の差、腕もすごいのにね。今回は前回より汗をかいたのですが、まだまだファンゴセラピーが必要なようです。気持ちよかったです。足があったかくなれるように頑張ります。ところで、ひろこさんとゆきこさんが皆様に音楽と温泉とファンゴセラピーを満喫していただこうとしている水の香りとはどういう旅館なのでしょうか？水の香りは2016年の9月に新しく旅館としてオープンしました。場所は早雲山に近い別荘地の一番奥にある緑豊かな自然に囲まれたとっても静かな場所にあります。お部屋はですね、全7室、とってもこじんまりとした旅館で、うるさくなくって本当に一人で自分の時間を過ごせるような旅館になっております。それに加えて、ドミトリー形式の混合のお部屋もありまして、こちらの方には外国の方もたくさんお見えになっておられます。箱根といってもいろんな温泉があると思うんですけども、水の香りの温泉は大涌谷からの濁りを引き湯しております。これ源泉とってもいい温泉です。大地のエネルギーをもう十分に溜め込んだ温泉を24時間かけ流しで混ぜ物を一切せずにお風呂を作っておりますので、とっても温泉情緒を楽しめるいい温泉になっております。露天風呂はまあ露天です。はい、まさしく露天で、脱衣も外、お風呂も外という、まあ囲いはありますけども、自然の息吹をいっぱい感じることができる露天風呂を持っております。食事も自慢だとか。海外からのお客様にも人気だそうですね。まあ、あまりカビではなく量もそれほど多くはないんですけども、一つ一つ手をかけて作ったお料理が出ております。まあ、豚肉を使ったヘルシーな豆板焼き、季節の野菜を使った天ぷらも揚げたてを召し上がっていただきます。それから相模湾で採れた新鮮なお刺身ですね、こちらを中心に、温泉懐石としてどこか優しいホッとするような田舎の味を感じさせるお料理を提供させていただいております。箱根といえば皆さんもご存知のように、日本国内外からとてもたくさんの方が訪れる日本有数の観光地として有名です。その中でも、水のおかわりの近くには大涌谷という火山の息吹が感じられる素晴らしいジオパークがあります。それに加えて、そこからロープウェイで下りますと芦ノ湖という箱根火山の中にあるとっても素敵な湖を遊覧船で渡ることもできます。そしてさらに、この森の中にいっぱいですね、
美術館がたくさんあります。こちら美術館は各々違う展示をしておりまして、もう違う魅力いっぱいの美術館の巡りができる場所でもあります。そういった場所を皆さん巡っていただいてですね、水の香りに連泊をしていただいて、疲れた体をファンゴセラピーで癒して、美味しいお食事で元気になって帰っていただきたいと思います。ファンゴセラピーは女性だけでなく男性も受けていただきたい湯治の一つ。それでは水の香り、箱根強羅温泉のファンゴとはどんなセラピーなのかご紹介しましょう。水の香りの温泉は箱根大涌谷の温泉蒸気から醸成した成分の濃い濁り湯。この温泉を一定期間配合泥にかけ流すことで、濃厚な熟成温泉泥ファンゴが誕生します。豊島彩子さんは2017年4月ファンゴセラピストになりました。すでにたくさんの方に施術をした実績を持ちます。痛みを和らげる治療法の一つに患部を温める温熱療法があります。ファンゴセラピーはこの温熱療法にあたります。関節の上にファンゴを乗せ、泥に吸着させた温泉の蓄熱で患部を温めていきます。ファンゴに関する歴史や知識、ファンゴの製造法などを本場イタリアでしっかり学んだ大和田水野さんは、多くの人にファンゴを体感してほしいと設備を整えてきました。痛みを引き起こす原因は患部や関節内に起こる炎症です。こうした炎症や痛みをさらに悪化させるのが患部の冷えとそれに伴う血行不良。ファンゴセラピーの目的は体の血行を良くすること。体が温まり血行が促進されると組織の新陳代謝が良くなり、痛みの元となる化学物質が取り除かれやすくなります。また筋肉や関節のこわばりが取れて動かしやすくなります。こうしたことからファンゴセラピーは患部の冷えによる血行不良が原因で痛むケースで特に効果を発揮します。大丈夫ですか？よかったです。ではこの状態で20分ほど置いていきます。はい、さあここから20分ファンゴで体を温めていきます。悪いものが出ていってる感じ。開始直後から汗がたくさん。少しでもなんか重い感じがいい感じで、物の重さが。冷たいタオルを顔に当てると気持ちいいんです。さあ20分経過しました。十分体が温まったようですね。では足元から外していきます。ファンゴは何回も温泉に入るのと同じ効果があると言われています。およそ12キロのファンゴをゆっくりと外していきます。温泉泥において最も大事なのは熟成。温泉が泥に浸透しているかが重要です。大和田さんはイタリアで学んだ技術を生かし、本場イタリアでも良質なファンゴが生産できる世界的に有名な温泉保養地イタリア・アバノと同様、箱根でも良質な温泉泥を作り上げています。お知らせの後、ひろこさん、ゆきこさんが企画したくつろぎの達人になれるコンサートツアーをご案内します。達人の道、くつろぎの達人。バイオリニスト石川ひろこさんとピアニスト川瀬ゆきこさんが企画した、箱根強羅温泉に浸かってファンゴも満喫、音楽と美術を間近に感じられるツアーの発表をします。メモのご用意はよろしいですか？実施時期は2018年1月9日火曜日から10日水曜日。ツアー内容は箱根強羅温泉水の香りでファンゴ、温泉、音楽を満喫する1泊2日の旅。バイオリニスト石川弘子さん、ピアニスト川瀬ゆき子さんと一緒に箱根を満喫します。スケジュール、1月9日火曜日初日は、参加される方は直接水の香りへお越しください。
お迎えもありますよ。チェックインをしてお部屋や温泉、ファンゴなどでくつろいでください。ファンゴは初日2日目で2回まで予約できます。18時45分からの夕食前に、18時から石川ひろ子さん、川瀬ゆき子さんのコンサート、そして水の香りが提供する旬の食材を使った家庭料理をお楽しみください。夕食後は温泉やファンゴなどフリータイムです。さあ2日目、1月10日水曜日、朝食をいただいた後は箱根ツアーに一緒に向かいましょう。1月は寒いことが予想されるので、石川ひろ子さん、川瀬ゆき子さんおすすめ、岡田美術館で美術工芸品を間近で鑑賞します。岡田美術館は箱根小涌谷にある美術館。日本、中国、韓国を中心とする古代から現代までの美術品を収蔵しています。5階建ての広い会場に掛け軸や屏風、焼き物、土偶や埴輪、蒔絵、仏像など様々な美術品を展示しています。ツアーを実施している1月9日10日は仁政と乾山展を開催しています。江戸時代を代表する刀工野々村仁政と尾形乾山、京都で活躍した2人は日本の焼き物の歴史の中で最も有名な人物です。野々村仁政は鮮やかな色絵陶器を完成させた人物とされ、京焼の祖とも言われています。一方、尾形乾山は仁政に続いて京焼を発展させ、兄光琳との合作の絵皿など絵画と焼き物を融合させた、これまでにない革新的な器を生み出しました。この企画展では仁政の制作年月が判明する希少な作品、色絵林峰勝間門香炉や華やかな秋の情景を凝縮した乾山の色絵竜田川門水化絞り反り鉢を中心に、岡田美術館収蔵の仁政と乾山の作品を一堂に展示いたします。この岡田美術館内にある開花亭でランチを予定しています。昭和初期の日本家屋を改装したカフェ開花亭は庭園入り口に位置する居心地のいい空間。ここでツアー参加者の皆さんとアーティストたちが一緒にくつろぎの時間を過ごします。岡田美術館には足湯もあるんですよ。ツアーに関するお問い合わせやお申し込みは水の香りホームページから、またはお電話でお願いいたします。1名様単独から複数の方のご参加まで幅広く対応しています。ツアー代金などは人数により若干異なりますのでお確かめください。ここで耳寄りな情報、ツアーに参加された方全員に温泉にぴったり、日本三大タオル産地の一つ三重県津市おぼろタオルのバスタオルセットをプレゼントします。ツアー初日にお渡ししますので、その素晴らしさを体感してください。コンサートを聞きに水の香りに来てください。箱根も一緒に満喫しましょう。お待ちしております。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回達人の道は神楽の達人、今なお伝統的な神楽が各地で回れる宮崎県の神楽を宮崎に出かけてみたくなる特集です。